れないでしょ。なくなった、もう。テロップ書いてないわ。たこ焼き部、次は22時か。爪切ろ。さっき切っててちょっと間に合わなかった、終わんなかった。まだ3本しか切ってない。あ、もう配信前に始めて何も終わってない。さっきのメイクもさっき配信中に終わらせたし。爪切んなきゃと思ってずっと切ってなかったんだよな。ね、時間とても過ぎて1時間なんてすぐ終わっちゃう。まだ全然切ってない。今日のメイクいい感じ。ノナさんのところからめっちゃ来てくださってる。ありがとうございます。夜ご飯食べたよ。なんか卵のスープ、熱すぎてさ、やけどしたした。めちゃくちゃ熱かった、温めすぎた。猫舌、いや猫舌じゃないと思う。めっちゃ暑かった。とにかく温めすぎちゃった。左で切れた爪。爪切ってるよ。オッケー。次右。まだ全然終わってない。
締め切り。締め切り ASMR。確かに音めっちゃするわ。配信前に切り始めたんだけど、配信始める4分前ぐらいに終わんなかった。さっきまた進撃の巨人のさん続き見てた。結構見たよ。まあシーズン5の3話ぐらいまで見た。結構進んだ。うん、爪多いの。うん、10本だよ。でも指10本しかないから爪多く、爪多い。そんな人いる？初めて言われた。爪多い。プロテインの爪伸びるの。え、そうなの？知らなかった。飲んでないけどプロテイン。え、そうなんだね。知らなかった。なんあるんだ。絶対爪飛んでる。ちょっと後でやらないと。爪伸びるの早い。うーん、いやーそこまで普通じゃない？わかんないけど、あんまり基準がわかんないけど、あんま早いとは思わないか。20歳です。20歳。20歳。私足この間切ったから大丈夫。違う日に切ったじゃん。なんでそんな切っても爪の手の方も切らなかったんだろう。分かんないけど足を前に切った。足の方が伸びるの遅い。爪分かんない。なんかそんな感じがする。あんま同じタイミングで切らないんだよ。小指だけ？いや、ちょっと待って。こんな気がするだけかも。
爪を少しずつ削れてるのかも。動物みたい。動物ってあれだよね、爪削れるよね、削れていく。家で飼ってる動物とかは違うけど、外にいる動物は、うん、新爪言うほど伸びてないんだ。前に切ったから、うん、大丈夫、切れた。よし、ちょっと捨ててくる。ゴミ。ケアするときにやる邪魔に、いやー、ならないんじゃないかな、別に。私は今してないからあれだけど、ならないと思う。そんなここにあるけど、コントローラーこうやって押すだけだからさ、相当長かったら邪魔だと思うけど。あるじゃん、スカルプ、なんかめっちゃ長いやつあるじゃん、長いのしてたら邪魔かもだけど、そんなに邪魔じゃないね、多分。普通のジェルとかだったら、長さ出ししないやつだったら邪魔じゃないと思う。キーマーでもそんなだしね、ジェルやってないから。私は今は何もやってないからです。私の爪フットネイルしないな、ジェルが私の爪多分向いてなくって。そのゲーム、これね、ゲーミングチェアじゃないんですよ、普通の椅子、普通の椅子です、デスクチェア。ゲーミングチェアはね、サイズがさ、大きいから入んなくって、この机のこの椅子の幅に合わなくって買うのを諦めた。その椅子ですね、だから。ああ。小さいね、普通の勉強机だからちっちゃい。後ろに貼った、あ、これはイベント期間中にあのたこ焼きのタワーを投げてくださった方ですね、のやつです。ゲーム感ある。なんか普通のディスクチェア、ゲームチェアではないんですよ、そのやつ。ピア
そうな、ピアス開いてます、開いてる。イヤリング苦手なんだよね、痛いから。イヤリング耳挟む、挟んでつけるじゃん、イヤリングって。痛いから苦手で、であとピアス開けてるの可愛いなって思って開けた。うん、今ティモン、今はエペかな、エペ。他のゲームもいろいろ入れてるけど、今やってるのはエペですね。逆に、逆、何が、ピアスあんな教習官しか言ってんのかな、なんかピアス、あ、そう、そうなの、あの、お前いける瞬間、耳たぶだったらそこまで痛くない、個人差あるけど、そこまで痛くなくって、なんかイヤリングの間に合ってたんで、痛いイヤリング。痛いから、ピアスはもう開けて安定しちゃえば、安定、うん、したら痛くないよ。ソフィとしたピア開ける予定ない、耳以外は開ける予定ないです。あるけど、他にもピアス、なんかいろいろあるけど、私は開けない。意外と大人、意外と大人、確かにもう二十歳。右と左はな、同じ数だね、今同じ数。本当はなんか、自分的にね、なんか違う数を開けたいんだけど、今は同じだ、今は。何期、何年目、何期とかがないんですよね、8だからないんですよ。何年目、2017年に加入したんで、何年目で言うと6年目だよね、6年目です。うん、何期とかはないけど、次のピアス、次、まあ開けたいところは特にないんだよな。耳たぶがてさ、ちっちゃいんだよね。ちっちゃいよね。なんか大きかったらさ、こう開けれたりするけどさ、あのちっちゃいんですよ。だから開けたよ、これへんいけるかもだけど、ギリギリだね。多分ちっちゃいんで、軟骨、軟骨こっち開けてる、こっちはね、逆に見たら1個しか開いてなくて、軟骨ここで、こっちも軟骨、どうなんだろうね、どうやってし、どうしよう。でもいい、やんとかいける予定はないけど、耳じゃないところは開けるつもりない。でも耳ちっちゃいよね、私ね、なんかログ開けようとしたらすぐここだもんな。なんか2連は嫌で、なんかなんとなく、なんとなくなんだけど、こっち2連で耳たぶ、こっち1個だから、
なんとなくなんだけどね。なんか違う数が送ってる。うんこつか。可愛いけどね。なんかつい痛い。腫れるんだよね。腫れがなかなか引かない。こっちも開けたのさ、もう半年ぐらい経つかな。半年ぐらい前。もう若干ね、こっちと比べると若干腫れてるんだよね、まだ。なんていうの、あれ、熱持ってるわけじゃないけど、張ってる感覚がある。なんていうの、熱く感じる。心、軟骨の部分が分かんないよ、気のせいかもしれないけど、気のせいかな。え、分かんないわ。あ、でもそんな、え、分かんない、若干安定が遅い。安定はしてないと思うけど、もそもそだからね。でもね、とにかくね、あの可愛いけど、片耳なんかその方が可愛いかなと思って。わかんないけど、うん、でもさ、耳たぶ私ちっちゃいから開けれない見てよ、もうスペースがここギリギリになっちゃう臭い。違うのが可愛いっていうの、え、だよね、そうだよねほんとなんとなくなんだけど、なんかなんとなく、ほんとになんとなく、それで臭い違う数にしようと思ってるんだけど、今は一緒の数なんですよね、22で。軟骨、軟骨。でもこっちはさ、なんていうの、これヘリックスだっけ、この位置ヘリックスに開けてて、ここに開けてて、なんかよくある位置みたいな、よく見るような軟骨ピアスの位置に開けてて、こっち開いてないんだけど、なんか同じ場所には開けたくないんだよね。どこがいいんだろうね、ここら辺、ここら辺って難しさ、開けるの。痛くなかった、見たば痛くなかったね。なんかさ、うん、開けてから、うん、その日は触るとね、触ると痛かった。触んなかったらそこまで痛いけど、見たばよりかは痛い。全然でも耐えれる痛さ、耐えれない耐えれない痛さだったらかも無理か、全然大丈夫な痛さ。人による本当に、耳たぶでいい、もう無理っていう人もいるじゃん。耳たぶ私ね、なんかもうイヤリングを長時間つけてるみたいな感じだったなんか開いてるって挟まれてるみたいな感覚。耳たぶはその痛いって感じじゃない。トラガス、トラガス、ここだっけ、ここ、ここさ邪魔じゃない、痛そうだしちょっとここ痛そう、痛そう、これでしょ、ここの、ここのさ、ちょっと出てるここの骨のとこだよね、痛そう。ここ開けたら痛そうだし、え、どうなんだろう。でもさ、ここのさ、ここの、ここのヘリックスより厚さ変わんないのかな、ここ、薄いのかな、こっちの方が、あんま分かんない、痛そう。私これちっちゃいからさ、難しそう開けるの。
そう、ここもある開けてる人もいる。私はちょっとここ怖いわ。そこ骨だった。これ骨だよ、これみんなある。ここの骨。ここ骨なんですよ。そこ骨。そうなんです。うん。たこ焼きどうぞ。ありがとう。ありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうね。うん。耳フェチの人？耳フェチ？見るのが好きってこと？私ね、ちっちゃい頃ね、あの寝る時さ、ずっとね誰かの耳触りながら寝てた。お母さんとか。自分のじゃなくって人の耳。なんか耳冷たいじゃん。だから耳触りながら寝てた、ちっちゃい頃。嫌がられるのめちゃくちゃ。でもずっと触ってるみたいな。なんでかわかんないけど。人の耳触るの好きだったのかもしれない。すごい嫌がられてたけどね、触ってた。懐かしい。あ、これ耳フェチ？あ、これが耳フェチなの？知らなかった。やめてって言われてた。え、なんで？つって触ってた。さすがに今もじゃないけどね。そう、自分の耳じゃなくて誰かの耳。自分のはちょっと違ったんだよ。ついてき他人の耳。そういう感じじゃない。寝るとき、寝るときなんか。そう。そうだった。お母さん言うと理想の食感の、え、耳たぶってよりね、ここらへん。ここら辺、骨、軟骨、ここら辺、耳たぶじゃない、ここら辺、ここ、ここっていうか、ここ、ここら辺、上の方。なんでかわかんないけど。そう、よくわかんない自分で。すごい嫌がられてたわ、それは。エヴァの耳は誰が、エヴァの耳触ったことないからわかんない。別に誰でも触るってわけじゃない。ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃の今じゃない。みんなのに見るの、いや、ちょっとそれはいいわ。それはそれはちょっと違う。可愛い。なんか。そう。
なんでこんな髪が見てここら辺あれ、あれどこ、うん、え、これどこ見、ここのあれどうぞ、こっちはあんまなってないよね、わかんない、なんかこっち来てここら辺が後ろだった、ここら辺かと。髪すいてるからかさ、すっごいほらなっちゃうんだよね、仕方ないか。県代表、大分県です、大分。乾燥する季節にもなって、あ、確かにね、乾燥冬はね暑くないのはいいんだけど乾燥しちゃうよね、暑いの苦手だから。こう涼しいぐらいが一番いいよね。スミレルっていうのかな、ラベンダー色かな、わかんない。まあ、スミレ色って言われるそうだし、ラベンダーでもそうだし、わかんない。大分の温泉が出なくなるってニュースでやってた、え、そうなの、知らない、ニュース見てないやけど、温泉出ないみたいな日たまに聞いたりする。ニュースでやってたんだね、見てないよ。あ、てかさっきあれだ、ツイッターでたこ焼きのやつ見た、ちゃんとツイートされてるの気づかなかった、たこ焼き部の。モーリーさんのサネラモーリーさんのこの公式のツイッター、池袋と大阪、12月2日から11日。あ、あとちょっとじゃん。あとちょっとじゃん。え、あさって？あさって。もうすぐだった。びっくりした。2日から11日。たこ焼きはこの、これね、ソースが4つあって、その中からあの2つ選べるんですよ。でもね、どれも美味しいの、これソース、どれも美味しい、4つ全部好き。あさってから始まる、2日から、12月2日から11日、ぜひ食べてください。たこ焼き部のやつ、会いたかった、こ焼き会いたかった、会いたかった、こ焼き言うの難しいね、これなんかですように。特におすすめ？このやつの中で、え、このタルタルのやつ、エビリガッコと新生姜とマヨネーズのタルタルソース、これめっちゃ美味しい。
あとごま油のやつも美味しいよ。ネギごま油塩、これも美味しい。全部美味しいんだけどね。2回食べると全部の種類食べれる。そうそう、やつの中から2つだから。他の部のやつもめっちゃ美味しそう。コロッケバーガーとか絶対私好き。美味しそう。リンゴパフェ、芋とリンゴのパフェ、これも美味しそうだし。あとオムライスも美味しそう。でもぜひ皆さんたこ焼きを食べてください。たこ焼きを、これ売り上げのさ順位もめちゃくちゃ大事なんで。オムライスおもろい。顔、メンバーの顔が載ってるさ、ランダムでそう1枚ついてくるみたい。メンバーが寝てる。グラコラ食いたい。グラコラはマックだな。マックだ。明後日からどこだっけ、池袋と大阪、東京だけかと思って、大阪でもやるんだね。勝手に東京だけかなと思ってた、勝手に。大阪でもやるみたいなんで、ぜひ。いつだ、グラコラわかんない。でもいつか絶対食べる。いつ食べるかわかんない。たこ焼きはついで、ついでメインでしょ。ぜひ皆さんたこ焼きの熱を買ってくれると嬉しいです。食べてくれると。どれも美味しそうだけど。私も行きたいな、これ。お料理選抜カフェ食べたい。たこ焼き、これまた食べたい。他の部のやつもさ、ちょっと食べてみたい。食べてみたいけど、美味しそうだもん。普通に食べたいな。このパフェもオムライスもコロッケバーガーも食べたい。自分たちのやつさ、あの試食配信で食べたから食べてないんだよね。食べたいだからまた。予約せそう、なんか予約、事前予約優先
当日もなんか空きがあったらいけるみたいなの書いてた気がする、詳細見た時。けやけどもう確実の予約していった方が確実だね。どこに書いてたっけ、あこれか、予約状況により予約なしで当日席にご案内可能な場合もございますって書いてある。まあ空いてたらいける。戦いながらダメよかは。ダメ、ちょっと食べたいんだよな。え、どれも1個ずつだったら変わんないでもさ、たこ焼きちょっと多めに頼むとかしたらいい。でも食べたいどれも美味しそう。どのぶのやつもソースは1種類、ソースは4種類のうち2種類、4種類のうちか2種類選べる。2つ、コロッケとかは1つだけど、たこ焼きは2つ、コロッケバーガーは1つで、小焼きは4種類の中から2つ選びます。もうプライベート食べてもらうようになるのかな、あ、わかんない、どうだろうね確かになんない可能性もありそう。ぜひ食べてください、たこ焼き。2回食べたらソースが制覇できる1種類ずつ、うん、そう、2個頼んだら4種類全部のやついける。おすすめ、このタルタルソースが一番タルタルかな。いぶりがっこ、新生姜、マヨネーズ、これ次は、この大根おろしとこの梅のやつも美味しかったんだけど、でもごま油かな、ネギごま油塩これかな。でもね、正直全部美味しかった明太マヨネーズもそれはもちろん美味しいし、合わないはずがないし、たこ焼きに。美味しいし、大根おろしとカリカリ梅と醤油のやつは結構さっぱり、結構さっぱり、さっぱり食べたいときはこれ。そう、全部食べるOKです。明太マヨは美味しい。ちょっとよりが余った、今もないけど食べちゃったから、この間よりがこ買って、そう、このさ、試食配信の時に初めて食べたエブリガッコ美味しくってさ、ハマって買ったでももうなくなっちゃった、食べきっちゃったからまた買いたい。これ写真はメンバーで、あ、これね、ランダムです、ランダム、誰が出てくるかわかんない。そう、もうすぐ写真があるんだよ、顔の写真が載ってる。
全部全身制覇したくなる。ダメだよ、ダメ、無理無理だよ。だからオムライスさ、これ全部だったら 6個も食べなきゃいけないの。でその6回でランダムだから全部揃うか分かんないし、無理無理。たこ焼きにしとこういや、お腹止まっちゃう。たこ焼きだったらいけるたこ焼きで皆さん1回で予約だから、予約の時はえ1回頼めるの4つまでだっけ。メニューたこ焼き4つだなたこ焼きにつ、でもたこ焼きに多分ねつけるとしたらね、ソースの数が多分少なくなるんじゃないかな。多分そうなっちゃいそう、いろいろねコスト的な面でそうなりそう。たこ焼き24個、いやいけるいける。なので皆さんめっちゃお腹を空かせてきてくださいここに行くときは。たこ焼きを、たこ焼きで皆さんやっぱね、一応優勝したいんで。コロッケ、確かにコロッケも美味しそうだけど、たこ焼きって美味しそうだけど、だから他のだってやつも美味しそうだもん。分かるんだけど、ちょっとたこ焼きで深づかしてきたら全種類食べられちゃう。全種、あ、オムライス部とか他の分のやつってこと。いや、たこ焼き、たこ焼きで全部たこ焼き。先生します。そういうのまだ分かんないんだよね。分かんないです。そもそもこうお店に立つって言われな、発表がないから、そういう分かんない、まだどうでしょうって感じ。分かんない。皆さんたこ焼きで小池のピアス、たこ焼きのピアス、うん、持ってないよ持ってない。いつまで、ね、2日から11日だっけな、確かツイッターに書いてたはず。12月2日から11日、うん、2日から11日ですね。池袋と大阪で
2カ所で販売されてます。昨日冷凍たこ焼きなら食べた。冷凍たこ焼きも普通に美味しいよね。私は普通にたこ焼き屋さんで買ったの食べたけど、昨日冷凍たこ焼きも美味しい。昨日はね、チーズ明太だっけ、チーズ明太子食べた。チーズ明太子普通に美味しかった。それ美味しいよね。ネギだことチーズ明太子で迷ってチーズ明太子にした。まだペン出しとった。銀だことコラボしてほしい。ずっと銀だことコラボか。ハードル高いわ多分。鍋に冷凍たこ焼き入ってた時があった。鍋にたこ焼き私は食べたことないな。でも普通に美味しそう。合いそう。合わないことはなさそう。何鍋かにもよるのかな。現地に料理に続くためね。そうだね、なんか書いてあったね。そうやって注意事項みたいな感じ。うん、とにかく皆さんたこ焼きを頼んでくれると嬉しいです。たこ焼き、たこ焼き部優勝目指してるんで、まあどの部もだろうけど優勝目指してるな。たこ焼き優勝したいね。皆さんぜひお願いします。たこ焼き部今1位なんでね、ショールームのこのお料理選抜のイベント。たこ焼き部が1位、2がデザート部。うん、なのでお持ち帰りでき、ああどうだろう、できないって書いてあった。ちょっとわかんないよ、そこら辺詳しいことは。わかんない。分かんないや。なんか重そうそうだもん。やっぱたこ焼き系の曲なんだ。たこ焼き系の曲。どんな曲それ。うん。持ち帰りできません。できませんって書いてあった。じゃあできない。教室内宿物はメッセージを持ち帰りいただきません。ああそう、確かにらしいですね。店内で食べるしかないみたいな。今日が楽しみだね。勝てるといいね。勝てるといいな。ショールームイベントのコマも1位で割って売り上げも1位だったら確実に勝てる。勝てるといいけど。以上したらさ、だってなんだっけ、楽曲がもらえて、カップリング曲もらえて、歌番組も出れるのだから勝ちたい。勝ちたい。で
レスしかよくできないの。え、な、ね、なんでなんだろう、わかんないよく私も。わかんないで。ちょっとそれは上側に聞いてみないとわかんない。出るといいな。料理選抜のこのイベント明日までだからね。え、だよね。1日。うん。明日の10時まで。21時59分まで。下までですね。あ、時間、あ、27分だ。ランキングもなきゃ。ありがとう。13位からランキングますね。13位、としのりさん、ありがとうございます。12位、プチニさん、ありがとうございます。11位、まぼろしさん、ありがとうございます。10位、みずきさん、ありがとうございます。9位、あいあいさん、ありがとうございます。8位、ずーしみけんすうけさん、ありがとうございます。7位、べべもんさん、ありがとうございます。6位、らくらくさん、ありがとうございます。5位、井上よしひろさん、ありがとうございます。4位、まるさん、ありがとうございます。3位、まさむねさん、ありがとうございます。で、2位、たるばさん、ありがとうございます。そして1位がかん、なんていうのこれ、キャンなん、え、なんていうのが正解これ。1位の方、なんていうものが正解でしょうか。あ、ちょっとキャンさんか。で、1位がキャンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうありがとうございます。じゃあ次は22時からですね。夜またします。次が今日最後だ。あとちょっと、じゃあもうあと出る準備しなきゃと。じゃあまた次22時からの配信で、次も1時間配信します。22時から23時ですね。10時まで寝る。めっちゃ寝るじゃんめっちゃ寝るじゃん。あ、マジかな。じゃあまた後で。ありがとうございました。またね。バイバイ。